アイセル川の位置アイセル川、あるいはホランセアイセル川との混同を避けて、ヘルダースアイセル川とは、オランダヘルダーラント州及びオーファーアイセル州を流れる、ライン川の支流である。アイセル川は、アーネムの東にあるベステルホールトでライン川から分かれ、締め切り大堤防ができる1932年以前は、ゾイデル海に、現在は、アイセル湖に、ケーテル湖を介して注いでいる。 このアイセル川は、ネーデルライン川、ワール川と並ぶ、ライン川の著名な三支流の一つで、これらはすべて、ドイツ国境を越えてきてから分かれている。デイフェンテルでのアイセル川、1567年、イソロに由来するとされ、イスラ、イサーラとかつては綴られた、アイセルという名は、インドヨーロッパ祖母で早く動くという意味を持つ語根、アイスやラテン語のイラ等が例示されるに由来すると、 されている。中世、ゾイデル海がまだ存在しなかった、つまりフレボコであった時代、アイセル川はフリー海峡へと流れ込んでいた。その後、ゾイデル海ができ、アイセル湖ができると、アイセル川がフリー海峡に流れ込むことはなくなった。現在干拓されている、メーデンブブリック周辺やアイワン周辺はかつて、アイセル川の支流だったのではないかという説がある。この川は、 自然的防衛線であり、1944年には連合軍がナチスドイツの占領下にあったオランダの解放のために突撃した。カナダの歴史書ではこの川をアイセルとして紹介している。アイセル川はかつて、現在はドイツにまで、イタリ7 0トルの長さを有する旧アイセル川の下流であった。ライン川とアイセル川の間の水路は人工物であると思われ、 おそらく、ローマ帝国時代に、ダイドルススが、ゲルマン民族に対する防衛線とするため、そして船で、ローマ軍を輸送できるようにするために作らせたものでは、ないかとされている。旧アイセル川は、現在に至るまで、ライン川に次ぐアイセル川への流入量を誇る河川となっている。その水源は、ノルトラインウェストファーレン州、ボルケン付近である。はじめは南西に流れ、 ベッセルでライン側と合流するかというほど接近し、その流れを北西に変える。イッセルブルクを越えると、オランダ国境をまたいで、旧アイセル川と呼ばれるようになり、ドゥーティンヘムを経て、ドゥースブルフでアイセル川に合流する。アイセル川の流量は大きく変化する特徴が挙げられる。平均の流量は300リッター片メートル毎秒で、あるが、 少ない時には140リッター片メートル毎秒、多い時は1800リッター片メートル毎秒にまで変化する。これはアーネムにあるネーデルライン側の肛門によるものであり、アイセル側とネーデルライン側の流量をここで制御している。川が下流になるにつれて多くの湾曲と地元ではハンクと呼ばれる湾曲の跡が見られるようになる。湾曲の中には 人為的に直されたものも多くレーデンとドゥースブルクの間にあるものが特に知られている。これによって川の長さは 146km から 125km に減ったが根本的にマース川のそれとは異なっている。湾曲の外側の微工地を作る堆積作用は19世紀末には抑えられている。ライン側とアイセル側の水路はおそらく掘削されたものであり、 ライン川自体からアイセル川に流れ込む流量はビビたるものであるが、アイセル川を流れる水の最大の供給源となっている。またその一方で、ベルケル川やスヒップベーク川をはじめとする支流は、アイセル川の流量を格段に増大させることがある。アイセル川は、結局のところ、ラインマーススヘルデデルタの中にある一過線でしかないのである。オーファーアイセル州の関編の近辺では、 支流が合流し、小さくはあるが、アイセルデルタを作っている。この一帯では堆積物によって、洪水のリスクが軽減されている。堆積のほとんどは、ゾイデル海がアイセル湖になる1932年に以前に起こったもので、それ以前は、北西風によってゾイデル海の塩水が、アイセル川に入り込むことによる洪水に見舞われやすく、その後数ヶ月は、アイセル川に、 塩水が残っていた。現代のアイセルデルタの支流は、西から順に、ケテル川、カッテン川、ノールド川、ガンゼン川、ゴート川である。これらの中でケテル川とカッテン川の水道は、主流の一つであり、ノールド川は、現在両側とも閉じられている。デガルステ川という支流もあったが、19世紀に、完全に堆積物に埋もれたために現存しない。 20世紀初頭までゴート側から分かれている完全側が愛せる側の主流であったが、現在の主流はレグテガー内レで否定側となっている。愛せる側は現在では単なるライン側の主流となっているが、個別の水系としての特徴は現在でも残っており、それは主流を有していることや旧愛せる側の存在、そして水源の存在等に見られる。以下の主流や運河が、 アイセル川とつながっている。フェルプ付近のアイセル川ズトフェン付近のアイセル川左岸と右岸の近隣の自治体名を記した。以下のケーブルフェリーでは、原動機付き車両を運搬することができる。ありがとうございます。